字の折り目と同じようにやり方は一つです。剣と針の扱いって貫く。分かった。あ、針に糸を通すように突く。戦闘行く話は後で。守らなきゃいけない人がいるんです。できると言うんですか。怪我人はおとなしくして。みんな私に続け。はい。今の状況にはこれが良い。貫く。サポートは任せるわ。今の状況にはこれが良いかしら。みんな私に続け。了解、いただいた。はい。無駄なあがきはやめなさい。この気あなたの考えもアーツに切り裂けます。戦闘用命を裁断できるというんですか。持ちこたえてください。目の前の敵に集中しなさい。針に糸を通すように。貫く。戦闘命を裁断できるというんですか。了解。戦闘に手心は加えません。あなたのお薬です。もっと早く針の糸を通すように。話は後で。消火器噴射します。皆様、ここは通さない。こちら私を。それ命を裁断できるというんですか。みんな貫く。あ、手心は加えません。針に糸を通すように。つく。お話は後で。守らなきゃいけない人がいるんです。指示に従います。みんな私に続け。了解。今の状況にはこれが良いかしら。はい、消火器噴射します。はい。もっと早く傷が癒えるように手伝います。今の状況にはこれが良いかしら。この剣と木を下ろせ。分かった。皆様、安心して戦うのですわ。レンス、目を覚ましてください。この剣の復讐、怖がらないで。負傷者はどこかしら。俺、三重。早く逃げた方がいいですよ。分かった。各自、配置につけ。備えは万全です。集中しなさいな。指示に従います。この剣が復讐を渇望している。好き勝手にはさせません。各自、はい。目の前の敵に集中しなさいな。スタンバイ。分かった。はい、準備完了。まあ話してみてくれよ。針の扱いって通じるところがあるでしょうか。やっと終わりました。皆さん、もし制服が破れたりしてたら
私がお直しします。